ん深刻だ、実に深刻だ。どうしたん？魅力度ランキングを上げるための賄賂がバレた？いやそんなのしてないわ。あ、そう。とりあえずこれ見て。何これ、あ、栃木1位じゃん、やったじゃん。これ冬に亡くなられた方の増加率。え、マジで？なんでこんなに？家が寒いことで起こる疾患が原因らしい。家が寒いと起こる？そんなあったっけ？有名なのはヒートショックだね。ヒートショックってなんだっけ？寒暖差で血圧の変動が起こって倒れちゃったりするやつ。ああ、お風呂でよく起こるやつか。そうそう、それ。でもそれと栃木に何の関係が？冬はどこも寒いっしょ。栃木は関東の中でも朝の冷え込みが厳しいのさ。なるほど。その割に断熱とかの対策をしてない家庭が多い。窓とか断熱材か。北海道は8割対策してるのに関東は3割未満らしい。全然違うな。実際栃木より寒い東北や北海道を見ると、お、他より低い。対策してる家庭が多いのがわかるよね。さすが雪国。とにかく家庭で対策をしましょうって話さ。なんかあれだね、今回真面目だね。おい、いつも真面目じゃないように言うな。